こんにちは、ももかです。はい、ということで本日は見てください、平日放課後なんですけども、なんと新横浜ラーメン博物館に来ました。まあ、通称ラー博ですね。ということで、まあ、横浜定番スポットということで、これからたくさんやっていきたいと思うんですけど、まあ、今回はですね、ちょっとラー博を楽しみたいと思います。それではレッツゴー。そしたらチケットゲットしたので行ってまいります。はい、ということで中入りましたけども、うち何気超久々なんだよね。最初こんな感じでちょっと展示的なのがあるんだよね。最初入ったらこんな感じでラーメンの歴史的なのがいっぱいこう置いてあるんですね。あ、こっちもこちら屋台です。屋台機能とその名称だった。チャルメラチャルメラ、この人よく見がちじゃない？これよく見んだけど、これ明星チャルメラのキャラクターのチャルメラおじさん。そうか、明星チャルメラだから見たことあるのか。ご当地ラーメンだって。ご当地ラーメン、ラーメンは京都料理ということだ。でうちら多分ここら辺、 これとか見覚えあるんじゃん。ここやっぱここら辺見たことあるわ。で上に行くほど味噌っぽくて、こっちは豚骨だね。下の方は豚骨で、上の方はもう味噌って感じ。ということでラーメンの歴史も学べたということで、こちらの階段を降りていきます。マジちょっとお腹減ったんだよね。ラー博はね、あのレトロな感じの世界、めっちゃ昔の時代をこう再現されてる感じの風景だから、インスタ映えもね結構するから結構楽しい。ほらもうここから世界が違うから、突然うわーすごっ。見てください、この景色。せーの。やーば、ちょっと写真撮ろう、これ。はい、こんな感じで、もザ・昭和レトロな感じの景色となっております。とりあえず一旦下行ってみますね。わー、すご。どこで食べる？めっちゃさ、9店舗もあると迷う。で一応ラー博のルール的なの説明しますと、で中学生以上は1人1杯ね注文しなきゃいけないんですよ。そんなに食べれるかって思うじゃないですか。でもなんとミニラーメンがございます。で今日パパとママ3人で来てるんですけど、3人で入っちゃうと3個食べなきゃいけないので、ママとパパ入れ替わりでこう行ったらいろんなとこ食べれるよということで、それで行きます。まず最初はパパと一緒にこの熊本の小紫さんに行ってみたいと思います。はい、ということで今入りました。こちら小紫さんですね。今日平日だから結構空いてるかなとか思ったんですけど、外国の観光客の方とかいて、やっぱ結構にぎわってます。てかもう店員さん、お姉さんがビビるほど気が利く人で、なんかあのうちがその最初入っていくところをあの取ろうとした時に、1名様で大丈夫ですかってうちがこう一人で行ってる体にできるように言ってくれて、パパもいるのにね、ちょっとビビりましたね。普通に間違えてるのかって思うぐらいナチュラルだったからビビりました。見てください、届きました。めちゃめちゃ美味しそう。はい、こちらがミニのコーンラーメンで、パパのが普通のミニラーメンです。てかさ、見て、ミニに見えなくない？全然うちこれでお腹いっぱいになる可能性全然あるんだけど。ではいただきます。で、何このレンゲ、穴開いてるレンゲ、これ何？これ具材食べるよ。ちょっととりあえず食べてみます。てかね、なんか前に小学生ぐらいに行ってたんですよ、ラー博で。動画上げてて、でそれ見たらここ最初で食べてました、1店舗目で。でなんかあの熊本だからかんあきちゃんの味がしましたとかなんかほざいてたので。めっちゃ美味しい、スープも飲みます。豚骨ラーメンだ、めっちゃ美味しい。まあ熊本のラーメンということでかんあきちゃんの味がしました。それでは次行きます。あの成長した食レポをお届けしたいと思います。めっちゃ美味しそう。麺が白いですよ。麺めっちゃもちもち。待って、スープ
川崎ちゃんの味がします。これ結構ニンニクチップがめっちゃ効いててニンニクの香りがします。ネギもたくさん入ってるから嬉しい。うちはねこってりよりあっさりの方が好きだからすごい好き。はい、ということでごちそうさまでした。でね、スープも行きたいところなんですけど今日他のお店もちょっと回る予定なので我慢します。お腹いっぱいになっちゃって、うち今7割はい、ということで食べてきました。気持ちはもうお腹いっぱいでございます。なんとね、さっきね超気が利くお姉さんいたってたんですけど、まさかの視聴者さんでめちゃめちゃ嬉しいです。見てくれてました、ありがとうございます。続きましてはこちらのお店行きます。ここはママと行きます。はい、ということで届きました。まず私が選んだのがこちらの塩ミニということで、多分塩ラーメンのミニです。お母さんのがこの、塩女ミニ女です。これなんかね、女ミニとかさ、女がつくのここラーメン。これ2つなんでちょっといやらしい感じしますけども、ちょっといただきます。さっきは豚骨で今塩だから結構あっさりしてる。ここは沖縄のっぽいね、沖縄らしい。うん、すっごいあっさりしてさっぱりして、めっちゃ食べやすいわ。うち普段あんま塩ラーメン食べないんだけど、せっかく来たならと思って食べたんだけど、めっちゃ美味しいわ。で豚骨の後だとやっぱ余計さっぱり感が目立って美味しい。うん、次こっち、これはねパクチー。でもスープ飲んでみよう。あ、でもこっちなんかすごい、どっちもめっちゃさっぱりしてるけど全然味が違う。こっちは出汁が効いてる感じがすごいかも。美味しい、こっちのが好き。はい、ということでごちそうさまでした。で、ちょっと食べ終わってからちゃんと感想を言うと、こっちのママの方はもうほんとあっさりした感じで、めちゃめちゃ和風出汁って感じ、和風出汁が効いてる感じの味で、こっちはめっちゃさっぱりした塩なんだけど、ちょっと豚骨感が風味で感じるかなっていう感じですね。うちはどっちも美味しいんだけど、さっき豚骨食べたからこっちの方が美味しかったです。これでした。はい、今出てきたんですけど、もうめちゃめちゃやっぱ味変っていうか、本当に味が全然違くて普通に食べれちゃいました。はい、じゃあ次のお店行きます。ラストになると思う。最後はちょっとどこにしようか迷ったんですけど、今勝丸さんというあそこの期間限定の品そばのところ行ってみます。はい、ということでラストのこちらのお店なんですけど、今ラーハクね、名店をもう一度ということで、期間限定で過去に入ってた伝説のお店みたいなのがこう入ってるみたいな感じで、その中でこの第1弾、この94年組ってやつ、これです。ほら、ということでまず私のがこちらミニのミックスでございます。で、ナルト入ってんの可愛いんだけど、じゃあいただきますね。じゃまずスープから。さっそく。おいしい。豚骨、塩、醤油と今来てますけど、塩が結構今までね、昔から好きなものなので、まあ思い出深い味で、見てめっちゃ縮れてる。縮れ麺って書いてあった。めっちゃ美味しそう。舌触りがね、ザラザラ、もうね、縮れてるからね、舌に当たる。麺がね、結構ね、硬いっていうか、もちもちより固めっていう、ちょっとコシがある感じです。めっちゃ美味しい。醤油も若干油が乗ってる感じの醤油で、唇が潤う感じがします。縮れ麺食べたの初めてが、めっちゃ美味しい。そしてこちら普通の醤油なんだけど、色がね、全然断然濃いわ。ミックスって何とミックスしてるんだろうって感じなんだけど、こっち濃そうだね、味。ほら、プースーから。え、思ったよりあっさり。え、めっちゃ美味しいんだけど。今日うち。なんかね、醤油なのにめちゃめちゃあっさりしてる感じの醤油で、全然しつこくないからね、めっちゃ食べやすい。めっちゃ美味しい。3杯目だけど全然いけちゃう。なんかね、何かをなんか煮込んで出汁取ってんだろうなっていう感じの味がする。めっちゃなんか美味しい。あんま食べたことない醤油の味。
はい、ということでね、ごちそうさまでした。私的には一番この醤油のノーマル醤油が美味しかったです。ということで、まあ、今回ね食べた結果は合計で6杯でした。はい、前と変わってないですね、小学生の時と。でもなんかこれはね、言い訳したいんだけど、小学校の頃は中学生以下だから、その全員一杯頼まなくてもよかったのよ。うちは頼まないで両親頼むみたいな感じで OK だったから多分よかったんだけど、今回はうちももう高校生だから全員頼まなきゃいけないってなったから、ちょっと減ったんじゃないかなっていう感じです。多分前回と同じコンディションだったらもっと食べれたと思う。ということで、お腹いっぱいです。美味しかったです。はい、マジでお腹いっぱいでございます。もうめちゃめちゃ食べました。ママが待ってます。ということで、もうお腹いっぱいになったので、あとはインスタ映えして帰ります。見て、やばくない？これほら、まさにこれ人住んでる感やばい。ほら、でも平日だからなんかここら辺はもうガラス切りで写真撮れるから嬉しい。なにこれ、温泉？え、ガチ温泉これ。本日男風呂は、あ、嘘だ、びっくりした。これは何？どこ行ってんのこれ。え、なにこれ、え？あ、ロッカーだ、ロッカーだ。ロッカー、なにこれ、初めてここ入ったかも。怖っ。世界観怖。これで多分普通に戻れんのか。へえー、こういう感じなんだ。ロッカーにしまえん。旅館です。ご休憩800円だって。じゃあ映えた、あの写真撮れたので未来に帰ります。あの映えた写真はね、インスタで上がってますので、ぜひももかチャンネルのインスタ見てください。チャンネル登録してね。はい、ということで、今回は我が町横浜の名物スポット紹介ということで、新横浜ラーメン博物館をお届けしました。いかがだったでしょうか。いや、ちょっとね、久々のラー博でちょっとテンション上がったんですけども、まあ、今回あの前回と変わらず6杯ということで、まあ、ちょっとね次もうちょい頑張りたいなと思います。ちなみに新横浜はね、あの横浜アリーナとか、まあ、来る機会ある方もいると思うので、ぜひ新横浜来た際にはラー博来てみてはどうでしょうか。それでは皆さん、バイバーイ。個人的に一番美味しかったのは、あの最後にパパと一緒に食べたあの醤油ラーメンのところですね。